はい、どうも皆さんこんばんは、場所中にでございます。はい、本日はね、久しぶりにスペースをやっていこうかなというふうに思うんですけれども、まずね、今回はタイトル通り、ガチャの方なんですけれども、まずね、皆様に、謝らなければいけないことがございます。私なんと、ね、ツイッターでも報告させていただいたんですけれども、またまた僕やってしまいました。動画の、収録外でなんと今回のね、新規の用事案当ててしまいました。いや、ほんとね、まあ、一応念のためね、まあ、録画しとって、まあ、出えへんやろみたいな感じで勧誘チケでね、4枚ぐらい溜まってたから引いたんですよ。そしたらね、2回目ぐらいでロードが入ったから、あ、まあ、じゃあ、まあ、新規の SR か SSR かな、みたいな、まるちゃんが来てくれたらいいなって思ったら、封筒が赤で、ワイヤで、みたいな感じで、出てきて、え？ってなったからね、本当に。で、まあ、ようちゃんが出てきてくれたということで、本当にもうありがたい限りでございます。本当にね、動画にすればよかったんだけど、一応動画にしてたっちゃしてたんだけど、まあ、こういうなんかナレーションなしでやってたので、まあ、あんまその YouTube、まあ、Twitter に多分流したので、まあ、いいかな、みたいな感じで。はい。まあ、その動画の様子はも僕の Twitter を見てくださったらいいかなと思いますので、まあ、そちらを見てくださるといいんですけれども、はい、ということで、まずね、皆様に、ようちゃんを当ててしまいましたということで、ありがとうございますっていうことですね。はい。はい、で、今回はね、本題に戻りますが、こちら、ウェディング編ですね。新規として、アクアですね、出てきましたが、UR は、先ほども言いましたが、ようちゃんということで間違えた。いいよね、これ。ウェディングで、ついにね、アクアにもウェディング来たけど、やばいよね、これもう、覚醒後が、やばい。なんか、もう、勧誘しちゃったから、もうあれなんだけど、本当に、ウェディング編っていいよね。で、このマルちゃん、SSR、これがほんと欲しいの。ね、もう、めっちゃロマンチックだよね、A も。でね、マルちゃんが右手に抱えてるじゃないな。持ってるクリームソーダかな、多分メロンクリームソーダだと思うんだけど、パッと見なんか三色団子に見えるよね。なんか三色団子に見えるよね。とか思ったり。まあでもね、なんかいいよ、可愛いよね、ほんと。でも、この覚醒後がもういいよね。これね、ほんと欲しいわ、まるちゃんは。もう、ようちゃん当たっちゃったから、もう本当になんか出る気しないんだけど、ちょっと今回はね、もうまるちゃんを狙っていこうかなというふうに思います。で、SR はチカッチ。いいね、なんかみんなウィーディング編がいいよね。食べる愛。あれ、スキル、特に見てなかったな。至福の歌。ようちゃんが、花芽カウントダウンということで。しかもいいな、なんか、オレンジっぽいね、やっぱ。ドレスの感じいいな。ウェディングドレスっていいよね。マルちゃんやっぱ可愛いな。で、マリーね、なんかマリーすごいやっぱオシャンティーだよね。なんかこの覚醒前もなんかすごい違和感がない。逆にシャンパンも美味しそうだし、アルコールは入ってないと思うけど2000年だから。で、広がる幸せと、なんかギルキスの衣装とかでありそうだよね。で、まあ覚醒後がまたこのね、大人らしいというか、お美しいよね。本当にもう。ピュアだからなんか出そうな気すんな。で、ルビーちゃん。ルビーちゃん。またこの覚醒前がね、なんかなんとも言えない可愛らしさだよね。小さな約束。ちっちゃい頃から約束してたんかな。で、覚醒後がもうなんか、やばいよね。一気にルビーちゃんが大人になった感じがするよね。いやー、もうこれはね、誰が来ても当たりだと思うよ。やっぱ一番欲しいのはやっぱマルちゃんだね。はい、ということで前置きが長くなりましたが、今回は22連やっていこうかなというふうに思います。それでは、早速行きましょう。新規、マルちゃん狙って、マルちゃんのウェディングが見たい、ヨーロッパな、お願いします。お、ロード入った、いいよ。さあ、ちょっとさ、待って。ちょっと、なんで、嘘でしょ。お、まるちゃんありがとう。もみじへわりへん。言えてない。嘘でしょ。嘘でしょ。ピュアだしさ。うわー、これ、なんだっけ、不思議の茶、おとぎ、童話編だっけ、おとぎ話編だっけ、リンゴの誘惑。シンデレラだったよね、確か。違った？白雪姫だったっけ。
うわ、わかんねえ。え、やば。嘘、そ、え、ちょっと、ねえ。困るんだけど反応が。で、まるちゃん。いいね。もみじ狩り編、ありがとうございます。植物博士ということで。いいね。まるちゃん来た。まるちゃん来たけど、SSR のウェディングまるちゃんが欲しい。はい、ということで。いや、でも、UR マジか。なんか、今年ほんとやばいね。運が。なんなんだろう。はい、ということで、ラスト2回目行きましょう。今度こそまるちゃんお願いします。行きます。ウェディングまるちゃん、ヨーロッパな、お願いします。あ、なるほどねー。あはは。マジか。うわー、渋いなー。おっと。ハロウィンだっけ？ハロウィンパート2ぐらいやったっけな。うわー、久しぶりに登ったなー。あー、昇格なし。はい、ということで。まあ、ニューですけれども、なんかすんごい、なんか怖い顔してるなー。なんか遅れてきてるんじゃないわよ、みたいな感じするね。で、眉毛のお菓子ということで、まあ、ハロウィンかな、多分。もう、ダイヤさんですね。はい、ということで、まあ、今回はね、まあ、ウェディング編の、マルちゃんを狙って勧誘してきましたが、いかがだったでしょうか。いや、まあ、残念ながら、マルちゃんは出なかったんですけれども、なんかその代わりと言ったらあれなんだけども、まさかの、童話編、だったかなの、リコちゃんが出てきてくれたということで、本当にありがたいです。いや、これでまたね、ちょっとスコアアップだったんで、またこれで、フィアがさらに、ちょっと強くなったかなというふうに思っております。本当にね、やっぱちょっとこれ、友人に悪いな。はい、ということで、まあ残念ながら、ウィニングマールちゃんをゲットできました、いませんでしたが、いつかはちょっとね、リベンジしようかなというふうに思っております。はい、ということで、本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらぜひ高評価ボタンの方を押してください。はい、ということで、次回の動画でお会いしましょう。わしはジャニーズでした。またね。バイバーイ。